肝脳は大脳半球と中脳の間にある自律神経の中枢。人脳のフメリーが増塩根を描く白い帯状の脳梁に囲まれた部分が肝脳。カリフラワー状の小脳の左上に位置する脳は大脳、脳幹、小脳から構成され肝脳は脳幹の一部である。また肝脳は大脳半球と中脳の間にある。二つの大脳半球に包まれるようにして一つの 感能があり、二つの大脳半球は一つの感能に繋がっている。感能は中脳に繋がっている。感能は自律神経の中枢である、床下部主々のホルモンを分泌する、脳下垂体、体性感覚などの大半の感覚を司る、死傷などに区分される。感能は大脳半球のほぼ全ての入力と出力を、回中数と中継する信号の交差点となっている。 人は大脳が最も発達していることから肝脳も最大である。死傷は嗅覚を除く全感覚の中継にあたる。視覚と関係があると考えられていたのでこの名称がついている。中脳が頭形部の筋肉を直接制御するのに対し肝脳は自律神経やホルモン等を介して内臓全体を制御する。自律神経肝脳は死傷下部にある。 自律神経核によって自律神経である交換神経と副交換神経を制御している。交換神経は獲物を捕らえる闘争反応や敵から逃れる闘争反応等を制御し、副交換神経は消化や睡眠等のリラクゼーション反応等を制御する。ホルモン肝能は死傷下部によって脳下衰体を支配して食欲、性欲、睡眠欲等を制御している。 また、免疫等も制御する。肝脳の体温調節機能に働きかけ熱発させる、サイトカインに、イルマイナス1や TNF がある。これらは、炎症時に直接肝脳に働きかけることにより、生体の体温を上昇させ、感染から身を守る。ありがとうございます。